スワッパース超最後のカリフ。ムスタンスイルの息子。ムスタースイムビッラーとは、アラビア語で、アンダーにかけて固守するの意味。1242年に即位。母親は、エチオピアの女奴隷ーハジル。母の出自は低かったが、勇敢な性格であるムスタンスイルの弟、ハファーチーをうとんだ帝身たちによって、カリフに擁立された。信仰心に厚い温厚な人物であり。 書道も足しなんだ。だが、体力、忍耐力、思考力といった指導者に必要な資質にかけ、国政は平民から取り立てた側近たちに一任し、自らは娯楽と読書にふけていた。モンゴル帝国との戦争を除けば、知性を通して大きな事件は起こらなかった。モンゴル帝国のフレグがイラクに進軍する報告を聞いても気にもかけず、 最小イブがあるあるカミーの忠告に対しても耳を傾けなかった。モンゴル軍が浜ンまで進軍すると、フレグの元から降伏を勧告する死者が訪れるが、勧告に従わなかった。それにもかかわらず軍備の増強は行わず、兵士への報酬を惜しみすらした。アンバール付近の戦いで、アッパース長軍は一度モンゴル軍に対して勝利を収めるが、進軍を止めるには至らなかった。 1258年1月22日に、首都バグダードは、モンゴル軍に包囲され、2月10日に降伏した。降伏したムスタースイムは、フレグに、無作、無能を罵倒され、2月21日に処刑された。ムスタースイムの長男と次男は処刑され、幼少の三男ムバーラクシャーは、フレグの日をルジェイハトゥンに預けられた後、アゼルバイジャンのマラーガに送られて、余生を過ごした。 こうして、アッパース朝は、最後の領土を失い、世俗王家としての名脈を断たれるが、彼の父方のおじにあたる人物は、マムルーク朝のバイバルスに落ち延びて、ムスタンスイル二世として、カリフに即位した。ムスタンスイムが、どのような刑を受けたかについて、資料が記す内容は二つに分かれる。ありがとうございます。